どうも皆さんこんにちは、リュウジンです。親子の絆をギターで深めるをテーマに今日もジャガジャガやっております。どうぞよろしくお願いします。今日は音声配信3つのメリットということで、きっとあなたも続けられるというテーマで話をしていきたいと思います。まずはじめに、音声メディア流行ってるけどなかなか手を出せないなとか、引き線から抜け出せないなとか、音声配信を始めてみたもののなかなか継続できないなといった、まあ、そんな悩みや疑問について一緒に考えていきます。僕は2020年の9月からスタイフで配信を始めました。それからね、ずっと毎日更新を続けています。まあ、ただつい先日なんですけど、声帯炎で喉をやられたね、3日間はご容赦いただけたらなというふうに思ってます。まあ、それ以外はね、旅行であったり何であったり、もうとにかくね、毎日更新を続けております。まあ、なぜここまで続けられるのかというのは、多分ね、これからお話しする3つのメリットを僕自身が十分ね、理解しているからだというふうに自負してますので、ぜひ楽しみに聞いてください。では早速結論ですが、3つのメリットですね。1つ目、0キロカロリーで配信できる。2つ目、褒められると結構嬉しい。3つ目、日記として振り返りができる。以上3点ですね。まあ、これをね、具体的に見ていきたいというふうに思います。まずは0キロカロリーで配信できるということですけど、発信活動って結構しんどいイメージありませんか？まあ、僕はむちゃくちゃあるんですけど、例えばね、YouTube は撮影から編集めちゃくちゃ大変だし、ブログはこういった構成をね、考えながら SEO がどうだとか、まあ、いろいろ考えることありますよね。Twitter でさえこう140字以内にまとめるっていうことが苦手だったりしますし、やっぱりしんどいなって思う部分って結構あると思うんですよね。まあ、その成功のためにはある程度のね、こう負荷が必要なのは認めますけども、結構この辺はね、意志が強くないと続けることってすごく難しいんじゃないかなというふうに思います。しかし、その音声配信はこれまでの発信活動のイメージとはもう本当大きく違います。なんとなくこうネタが思い浮かんだ時にスマホの録音ボタンをね、ポチってするだけでいけるわけですから。YouTube でこれを聞いてくださっている方はご存知だと思いますけども、僕は話の構成を一度こうマインドマップに書き起こした上で話をしています。それは話が下手だからで、必ずしも全員がこれをやる必要はないと僕は思ってます。まあ、ある程度こう台本みたいなのを書いてた方が喋りやすいのは事実なんですけども、まあ、必ずしもやる必要はないということですね。そして役に立つこと言わなきゃっていうふうにこう肩肘を張らずに、日常生活をねシェアするだけでも十分それはコンテンツになりますので、ぜひあなたもやってみましょうということになります。では2点目、褒められると結構嬉しいということですね。もちろんどの発信活動においても褒められると嬉しいものだと思います。ブログめっちゃ読みやすいねとか、すごくためになったよとか、あと、ツイッターで言うと、そのインフルエンサーにね、リツイートされて、いっぱいいいねがついたり、まあそれもね、結構嬉しいと思います。でもそれ以上に、声が聞き取りやすいですねとか、落ち着いた雰囲気が結構好きですとか、話し方上手ですねっていうふうに、音声配信を褒められると、なぜかこう人間を褒められてるような、そんな錯覚に陥るわけですよ。いや、まあ勘違いなんですけどね。でも、こう、少なからずね、褒められている感覚っていうのは他の発信活動よりもすごくね、テンション上がるものだと僕は思ってます。どうしてもその文字を書く作業っていうのは、まあ、自分をね、取り繕っている部分っていうのは少なからずあると思うんですよね。しかしその音声配信っていうのはもうまさにありのままなんですよね。で、この素の自分を褒められていることが嬉しくなって、これがね、純粋に励みになるんですよ。別に褒めてほしいからやってるわけではないんですけども、副次的にそんな効果が得られると、自己肯定感というのがね、こうぐーんと上がってきますので、すごくおすすめですという話になります。では最後3点目、日記として振り返りができるということなんですが、これを聞いてるあなたは日記書いてます？で、僕は毎日こう15分程度、必ずね、その日思ったことを日記にしてます。でもこれができる人って、あんまり多くないんですよね。というか、別にこう自分がすごいとか全然そういうつもりは全くなくて、毎日そんな時間の余裕ってありませんよねって話なんですよ。こう毎日ね、駆け抜けていって、この一年何してたんだろうみたいなことってありませんか？っていうか、まあよくありますよね。ただ、その音声配信をしていれば、
日記としてね、振り返ることができるわけですよ。過去の自分と比べて成長を実感することができるし、そこから何かヒントを得られるかもしれないということで、このストックされていることでいろんな可能性がありますよね。日記を書こうと思っても文字を書くのが苦手という方は、音声配信をぜひね、日記代わりに使うのはありだなというふうに僕は思ってます。正直ね、収益化をね、ガツガツ狙ってる系の配信って、こう、なんとなく聞いてたらわかるんですけど、そんなにね、そういうのって聞きたいって思えないんですよ。もっとね、こう、気軽に音声配信を始める人が増えるといいなって、個人的には僕は思ってます。ということで、ではまとめに入りたいと思います。今日はね、音声配信3つのメリットということでご紹介していきました。結論を繰り返しておくと、0キロカロリーで配信できる。褒められると結構嬉しい。日記として振り返りができる。以上3点ですね。僕はこれまでブログを100日連続更新してみたりとか、Vlog 系の YouTube を撮ってみたりとか、漢方の勉強をしてそれを発信してみたり、まあ、いろんなことにチャレンジしてはもう失敗を繰り返してます。ですが、その音声配信を続けることに関しては、まあ一つの成功と言えるかもしれないなというふうに思ってるわけですが、これだけこの熱しやすくて冷めやすい僕が、音声配信を続けられている、まあ、その理由はまさにね、今日ご紹介した3つじゃないかなというふうに思ってます。ぜひね、あなたも気軽に、音声を毎日更新してみましょうということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは、親子の絆をギターで深めるをテーマに、ギター初心者ならではの悩みですとか、育児や教育に関わるコンテンツを継続して配信していきます。 Twitter、ラジオ、YouTube、ブログと幅広くやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。またこの放送がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。以上、リュウジンでした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。